次は誰だ。まさかこんな一瞬で滅神や他の信者が全滅するか。打開は許可されてる。3人で一気に片付けよう。拙者たちならなんとかなるわい。ああ、再生してた。来いよ、前座。あ、全国の方法。貧粛な能力だな。少しは堂々と来たらどうだ。全弱物変化。俺の来訪は翌月の法則も乱す。なんでと。そもそもその能力で前衛に出てくるなんてバカか。こっちに来た。悪事全員物質変換。そんなもので止められると思うな。舐めてんのか。あと二人。ペルデラを一瞬で。わ、化け物じゃ。ゴーゴー。あか。安心しろ、朝には全部戻る。命を奪わない代わりに命を奪われる恐怖を与えてやるよ。目には目を、歯には歯をってな。来てるわね。まさか他の市長全員をこうもあっさり殺しちゃうなんて。ああ、ゾクゾクするわ。こんなにも強くて若い男の子が私のために来てくれる。この出来事は後に薬品城全域に広まった。たった一人のハツハツの少年が満月のもと、悪心城の静破壊と市長5人を診察した前代未聞の出来事。待ってたわ。その満月の光に照らされる美しき白髪、白眼の少年と、見とれるほどに輝くバラの剣。悪魔の天敵、神の名をもとに今後悪神城全域にこの少年の名が広がる。略夜行、パトト。恨んでくれて構わない。俺は俺のエゴを通したんだ。お前はお前のエゴを通しても文句を言う資格はない。ああ、このまま切られて死ぬのも素敵。きっと苦しくて、悲しくて、きっと。このまま消えろ、じゃあね。最高に感無量なんだわ。ここね、ここに途中乱入してきたやつと同じ気配がするわ。ということはここが次の取引現場か、もしくは本拠地か。待って、誰か出てくる。あれ、パト。ああ、住所とかの位置情報を送ったから、朝までには人を集めておいてくれたら助かるよ。パト、まさか一人で市長を相手にしたのか。うん、まあでも無傷だから気にしないで大丈夫だよ。そうか、強くなったんだな。今言うことではないが、大会で会うのが楽しみだ。ああ、いつ東京に来るの？俺は仕事が忙しいからな。9日に母さんと大方ともに東京に到着する予定だ。そっか、楽しみにしてるよ。パトー、どうしてこんなところにいるの？大祖の声はせっかか、元気そうだな。お父さん。もう一人は声優、ではなく白ちゃんか、元気そうで何よりだ。トウヤ、私、元気。二人の成長も楽しみにしている。今日は大変だっただろう。ゆっくり休みなさい。父さんも毎日大変だろう。そっちもゆっくり寝なよ。そうだな。それではまた。二人ともどうしたの？こんな時間にこんなところで。それよりなんでパトがあんなところから出てくるのよ。まさか悪神教の人たちと戦ったの？ああ、一応父さんから悪神教の討伐許可をもらって乗り込んだんだ。一応師範以外は明日の朝頃には肉体が戻ると思うよ。そっか、無事ならいいわ。でも師範以外ってことは他にもいたってこと？うん、市長って人は師範含め5人倒したから大体それくらいじゃないかな。とりあえずここから先は父さんたちに任せよう。俺たちは帰ってゆっくりしよう。まあパトが大丈夫ならいっか。あ、そうだ、カナをそこの通りで寝かしているまんまだったんだ。起こしに行かないと。それは大変、私が起こしに行くわ。今日は白の日でしょ。二人でゆっくり帰ってきなさい。そうだね。それじゃあ白、俺たちはどこかでご飯でも食べてから帰ろうか。あ、はい、喜んで。てれやめ、早くパト相手にも私と同じくらい話せるようになりなよ、白。わかってるんです、せっか様の意地悪。はいはい、それじゃあ私はカナと一緒に帰るからね。悪い、カナのことよろしく頼む。ガッテン。それじゃあ白、俺たちも行こっか。はい、冷たいものが食べたいです。東京だからきっと何でもあるよ。それじゃあ歩こうか。うん、ほんまやせやでー。それじゃあ行こう。ちょっと、ひどいよ、パト。いや、悪かったよ。でも仕方ないじゃん。一人で来るのが条件だったんだから。でも、もうちょっとやり方があるじゃん。あんな物理的にやらなくても。かなちゃん、まあまあ、それでもか、ってくらいくつろいでるわね。とりあえず埋め合わせはちゃんとするから、ね、今回は男の意地だったから許して。むう、東京のデザート喫茶。私も行きたい。メリアにお金の交渉してみます。
というか一応牛なんだから肉、とか言わないの。それ偏見、私あまりお肉食べない。私は何でも好きだよ、でも甘いのも好きなの。女子力高い牛だこと。かな、どうせだし、白がいいならかなも一緒に寝る。今日のお詫びしたいし。私全然問題ない。夜の運動会とか大丈夫。待て、俺がいつも運動会ばかりしてると思うなよ。なんだ、それならよかった。かなちゃんはむっつりだからねー。すぐにそっちの方考える。違うわよ、気を使っただけじゃない。とりあえずほら、俺は今からお風呂入ってくるからお布団の準備してて、あとかなは服とか自分の部屋から持ってきなよ。はーい、そうだね、それじゃあ準備してくるよ。にゃあ、あれ、なんか位置が違うような。ご主人、まさにその手つき、スケベの戦時観音ですね。まるで手が千本あるかのごとくもみしがくその見技。私メリア、感無量です。は、カレンチー。私の番なのになんでメリアちゃんがパト君のお布団に潜り込んでるの。ご主人が私を求めたからですね。そうなの、パト君。寝てたのにそんなことできるわけないじゃん。冤罪だー。このお布団の中でメリアちゃんの、おねねもんでたじゃん、千手観音みたいに。その千手観音の例えやめて。まあ仕方ないことですよ、男の子ですから。仕方なくないもん、メリアちゃんが忍び込んでこなかったらいいじゃん。だって、カナがご主人の部屋にお泊まりのお呼ばれされてカナと同じ部屋の私は一人ぼっちですよ。寂しいじゃないですか。それは俺の不手際だった。最初からメリアを呼んでいればこんなことには。騙されないでパト君、メリアちゃんは関係なく陣地を奪いに来るよ。メリアちゃんと石化様は専属神の中でも一二を争う肉食系なんだから。肉食系はそっちでしょうに。今は種族の話じゃないもん。とりあえず鼻血吹いてきていいかな。朝から吐くのいい一撃もらったからまだ止まらないのよ。あ、ごめんなさい。次からはメリアちゃんビンタします。はす、私には最近容赦ないわね。たく、俺がゆっくり寝てる時くらいは安静にさせてほしいよな。カナとかハクは石を呼んだり、顔色を伺ってくれるから安心なんだけど。これでいいんだ、俺にはみんながいる。ことかさんとは、さすがにもう顔を合わせられないよな。はぁ、失恋ってこんなにも辛いものなんだな。よし、切り替えよう。あれ、父さんだ、何の用だろう。父さん、どうしたの、なんか用事でもあった？パト、確かに昨日市長5名を倒したんだよな。間違いないよ、ちゃんと証拠写真送ったでしょ。今日、うちの者が目的地に行ったのだが、気絶している人物は一人もいなかったそうだ。はぁ、そんなわけないだろ。俺は確かに自分の手で倒した。現実だってかかってない。それは間違いなく保証する。なら第三者が5つの一時的な死体を持ち出したってことになるな。誰がそんなこと。待って、今日東京で事件起きてない。事件か、昨日の深夜から今日にかけて変死体が数十名、建設物倒壊が3件起きている情報は入ってきている。パト、どうした？シアーネは、まだ生きている。ことかが、危ない。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。